マムフォードサンズはイギリスロンドン出身のフォークロックバンドである。2007年結成。デビューアルバムであるサイノー・オムアは全世界で800万枚以上という驚異的な売り上げを記録し、グラミー賞や NME アワードの最優秀新人賞にノミネートされるなどしている。2007年12月、マーカス・マムフォードを中心に、 彼を含めたカントリー・ウィンストン・マーシャル、ベン・ラベット、テッド・ド・エインの4人で結成される。翌年2月に UK ツアー、6月にグラストンベリー・フェスティバルなど着々と経験を積んでいき、年末にはチェスクラブレコードから EP ラブ・ユア・グラウンドをリリース。収録曲リトル・ライオン・マンは、ファーストアルバムサイノー・モアにも収録されることとなる。2009年、 プロデューサーにアーケードハイヤー、コールドプレイなどを手掛けたマーカス・ドラブスを起用し、アルバム、サイノー・モアの制作に取り掛かり始める。8月には、アイランドレコードと契約した。そして10月2日、ファーストアルバム、サイノー・モアを、本国イギリスでリリース。アメリカでは、翌年2月に、リリースされた。同アルバムは、全英、全米アルバムチャーと共に、 最高2位を記録し、どちらにも合計130周以上にわたりチャートにランクインするというロングセラーアルバムとなる。この才能、モアの成功によりバンドは多数の賞を受賞、ノミネートされることとなり、第53回グラミー賞で2部門、翌第54回グラミー賞では4部門にノミネートされた。さらに2011年のブリッドアワードでは年間最優秀アルバム賞を受賞。 最終的に才能、モアの売り上げは全世界で800万枚以上に上り、米英両国はもちろん世界的な人気を不動のものとした。2011年3月、ベン・ラベットが今年の後半にセカンドアルバムをレコーディングするつもりだと明かす。同月には2010年に続き、グラストンベリーフェスティバルに出演。2012年には6月22日に公開された。 ピクサーのアニメーション映画メリダと恐ろしの森に楽曲 Learn Me Light を提供。そして7月、正式にセカンドアルバムの詳細が明らかにされ、8月には同アルバムから I Will Wait がリードシングルとしてリリースされた。9月21日、ドイツ、オーストラリアをはじめとする8カ国でセカンドアルバムバベルをリリース。同月24日にはイギリス。 翌25日にはアメリカでもリリースされた。前衛ではリリース初週で約15万9000枚を売り上げ、ラナデルレイのボーン・ジュダイが持っていた2012年の発売週セールス記録を塗り替えて初登場1位を記録。全米では約60万枚を売り上げ、ジャスティン・ビーバーのビリーブが持っていた2012年の発売週セールス記録を塗り替えて同じく初登場1位を 記録した。さらに全米シングルチャートには、I Will Wait, Bubble, Lover's Eyes, Whispers in the Dark, Holland Road, Ghosts That We Knew の6曲がランクインし、The Beatles が1964年9月に達成した記録に48年ぶりに並んだ。2013年、第55回グラミー賞で最優秀アルバム賞を受賞した。2015年にサードアルバム、 ワイルダーマインドをリリース。バンジョーなどのカントリー関連楽器を用いずに、ドラムセットを導入した、オルタナティブロックに接近する音像が話題となった。2016年にミニアルバム、ヨハネスブルグをリリース。南アフリカ共和国ヨハネスブルグで、レコーディングが行われ、アフリカの民族音楽を導入した新曲を収録。アフリカ出身、またはルーツを持つミュージシャンだとコラボレーションを行った。 同年末には、同地で行われたライブを収録した映像作品、ダストサンダー、ライブフロムサウスアフリカを発表。2018年にフォースアルバム、デルタをリリース。より音楽ジャンルの幅が広がったアレンジを展開し、前作では、使用を控えられたバンジョーなどの民族楽器も再度使用された。2021年3月、メンバーのマーシャルが、保守系ジャーナリストの書籍を、 SNS 上で称賛したことで非難が殺到し、一時的にバンドから離脱。2021年6月24日に自由な発言とバンドへの影響を極力避けたいという理由から正式にバンドから脱退すると発表した。マムフォードサンズの歌詞の世界の多くは文学の世界に強く影響を受けている。デビューアルバムのタイトル、サイもはモア、また、 同名の収録曲の歌詞は、シェイクスピアの儀曲、カラサワギから引用されている。また、その中に収録されている、ロールアウェイ・ユア・ストーンの歌詞には同じく、シェイクスピアの儀曲である、マクベスからの引用がある。同アルバム収録曲、ザ・ケーブに関しては、プラトンの国家の、洞窟の比喩からの引用であり、ホメロスのオデュッセイアからの引用も含んでいる。ティムシャルと、 ダストボールダンスの二つの楽曲に関しては、ジョン・スタインベックの、ハツカネズミと、人間、エデンの東及び、怒りの武道からの引用を見つけることができる。シンガーソングライターのジェイク・バグは、マムフォード,ンドサンズのメンバーが、パブリックスクール出身のアッパーミドル階級である、ことから、バンジョーを持った、金持ち野郎にしか見えないとコメントした。一方のエル・ギャラガーは、マムフォード,ンドサンズは好きだ。 あんな曲を書いてみたい、と賛辞を送っている。ありがとうございます。